ここからのお時間は DD 知っとく情報でございます。担当させていただきますのは、魂込めてもろもろコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠と、アシスタントはチアドラゴンズ2016の向井さなえです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そっか、今日は遠方だからいろんなところからね、たくさんの方がお越しいただいてるんですよね、はい、そうですね。ファミリーシリーズということもありますし、はい、はい、たくさんの方にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。さてさて、ドラゴンズ、我らがドラゴンズ、はい、ビジターで6連戦やめようか、その話は。そうですね、その間もいろんなところ行ってたんですね。なんかブログだったりなんだり見ましたよ。はい、イベントの方が昭和村とかであったみたいで、はいはい、私は行ってないんですけど、うん、あ、はい、そうなの。はい、そうなんですよ。あ、それはごめんね。大丈夫です、はい、違うメンバーが、ね、はい、行ってみました。あ、そうでしたか、そうでしたか、はい、完全に打ち合わせなしでやってるということは今ね、筒抜けになりましたよね。じゃあ打ち合わせしたとこ行こうか。はい、お願いします、はい、そんなね、チアドラゴンズの皆さんの素敵なダンスを見ていると、はい、いつも気になることがあるんですよ。何ですか。例えばこのステージで8人踊ってる時って、はい、袖に8人いるわけでしょ。そうですね、大体ね、はい、そういう時になんかさ、いろんな声が飛び交うじゃない。はい、名前呼んだりとかしてます。名前呼んでんの。名前呼んだりとか、うん、もう曲の歌詞を歌ったりとか、ほう、してます。あ、そう。はい、僕どっちかっていうと気になってるのは、そのなんかね、掛け声、はい、人の名前が気になるのよ。はい、例えばムーちゃんだったらさ、皆さんなんて呼ぶの。私は、うん、例えば今年1年目で入ってきた、はい、志保先輩いるじゃないですか、うん、志保、うんうん、なんですけど、私高校の先輩なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ほうほう。なんでやっぱ呼び捨てではちょっと呼べないので、うん、陰で呼ぶときはちょっとこそっと志保先輩って、先輩ってつけて呼んだりとか。そういう気配りがあるんだ。はい、ちょっとそこはちょっと呼び捨てではできないとこがあるので呼んだりしてます。呼び捨てできる人は誰。もう2年目は全然呼び捨てしてて、あと、うん、真帆さん、里奈さんはやっぱりさん付け。あ、それはやっぱり格みたいなものなんですか。じゃあやっぱ4年目なので。あ、4年目、はい、あと同期だと、うん、ナツリンとマイドンはあだ名で呼べるんですよ。あ、なに、袖からナツリン、マイドンって言ってる。あ、呼んでます、呼んでます。あ、そうなんだ。なんですけど、みゆさんとレナさんだけちょっとさん付けで呼ばせてもらってます。いろいろ気使うんだね。いや、なんかもうみゆさんは、うん、もうみゆさんって感じがもう出てるで、レナさんも、もうなんか呼び捨てとかあだ名っていうよりはもうさん付けで呼ぼうって。ちょっと食らいついていい、はい、それなんかみゆさんってさんがこうなんか固定なんでなんかもうみんなからもうみゆさんって呼ばれてるんですけど、遠回しに言うとちょっと偉そうな感じ。いや、違います、違います。オーラがやっぱ出てるんで。オーラなんだ、はい、あー、そっかそっか。そうなんですよ。じゃあ逆に踊ってると声かけられるわけじゃないですか。はい、そういうのも聞こえてくるわけでしょ。はい、聞こえてきます。あの子後輩なのに私の名前全然呼ばねえとか、そういうのないの。まあ、そういうのは、うん、わかんないです実際、うん、わかんないんですけど、うん、呼ばれてる時はもうすごいわかります。後輩もさなえさんって言われると、あ、大体に 1,2 年目だなみたいな。あ、 1,2 年目の子たちが言っとるなと。はい、おうおう。でも呼び捨てとかあだ名だと、うん、あ、もう 3,4 年目だなっていうのは把握してます。はあ、そういうのカウントとかしてるんですか。あ、カウントは、うん、ちょっと数え、あ、しないです。数えていない。しない。 1,2 年目の子、今日なん か声の数少ねえなとか、声出てねえなとか思ったりするんですか。あ、それはないです。あ、ないんですか。はい。おお、まあそういった楽しみ方もちょっとあるかもしれませんね、はい、皆さん横からの声って聞こえてます。聞こえてますよね。録画してる方もね、いらっしゃったりするんで、はい、そのうちこのカウントが流行るかもしれませんね。そうかもしれないです。はい、数えてください、ぜひ。声かけられてる時のムーちゃんの表情にもよりご注目くださいね。はい、はい。さあ、というわけで新たな楽しみ方をお伝えしたところで、楽しみ方といえばですね、ここ D ステージで今日初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、今日このステージをご覧いただくの初めてだよって方、どれぐらいいらっしゃいます。あ、やっぱりちょこちょこいらっしゃったりするんですね。じゃあ改めてということになります。いつもの皆さんはね、ちょっと繰り返しになりますが聞いてください。僕がいつもこのステージやっていることって何でしたっけ。あの、講習とかを
あれですよね、なんか物とか全然覚えてないよね。分かってます分かってます。どうやって伝えればいいかなって思って。あ、一応タイトルがありまして、はい、ご家庭でできる相手先発投手攻略法というものをやっておりまして、相手先発ピッチャーの名前にちなんだものを、まあ、飲んだり食べたりしてやっつけようよという願掛けのコーナーみたいなもんですね。通称ダジャレですわ。ダジャレです。で、今日の先発ピッチャー教えてください。はい、タイガース藤浪投手、ドラゴンズはジョーダン投手で午後2時プレーボールです。おお、ジョーダン投手に頑張っていただきましょう。そうですね、頑張ってほしいです。はい、そして、はい、相手先発ピッチャー藤浪投手ですね。はい、そうですね、今年の3月25日の開幕戦で藤浪投手投げましたよね。対戦がありましたが、名古屋ドームでの対戦は去年もなかったんじゃないですか。なんかそんな記憶が。だから僕ね、藤浪投手の対策は初めてやったんですよ。はい、やっぱり攻略のしがいのあるピッチャーだね。本当ですか。いいピッチャーだ。あー、ちょっと期待してます。でね、去年やったこのコーナーの中での僕の一番の自信作というのがあって、それはジャイアンツのマイコラス投手っているでしょ。はい、うん、その時のことは覚えてる。覚えてます。あ、本当ですか。はい、僕が持ってきたのは何でしたっけ。覚えてないんでしょ。あのあれですよね、マイコラスってやつですよね。マイコライス。あ、マイコライス。マイコライス。ライス。僕の嫁がね、マイコって言うんですけども、はい、その嫁が握ったライスでマイコライスっていうのをやったんですよ。もうしばらくで終わるんで付き合ってくださいね。で、今日藤浪投手ということで、はい、まずはですよ、まあこれはもうそのまま行こうか。リンお羽かかってるとか言わないでください。確かに今回金かかった。手間もかかった。まず皆さんね、これ持ってきた時点でお分かりだと思います。リンゴといえばそう、富士。富士です。ええ、貼りましたよ。ちなみに富士には富士と三富士があるのをご存知でしょうか。知ってる。はい。あ、どう違うか知ってる。どう違うかわからないです。ちなみに、そう、三富士の三っていうのは太陽のことですね。よってそのまま育てた富士のことを三富士と言います。これは富士なんで袋掛けしてできるだけ綺麗に赤みが出るようにというふうに育てられたリンゴが富士でございます。で、タイガース相手だからさ、あの青リンゴで熟した黄色を用意すればいいと思うでしょ。はい。でもね、違うんだよ。あの熟した青いリンゴたちは王林なんですよね。富士じゃない。はい、というわけでリンゴ豆知識。はい。藤浪投手はいろんなことを教えてくれるよね。でも食べますよ。さあ、ここからですよ、今日の肝は。ちょっとごめんなさいね、じゃあ出してもらっていい。はい。まあ、ここまでこそこそやることでもないんですけど、まずはじゃあムーちゃん、そのケースを取って皆さんに見せて差し上げてください。はい、こちらになります。藤浪の19番。今日一番のシャッターチャンスですよ。そしてこっちが苦労したわ、本当苦労したわ。これが本当の藤浪です。いかがでしょう。どうですか、お客さん。ありがとうございます。それ掘ったんですか。掘った。さっきさ、そこの裏の階段で掘ってたらさ、掘ってたんですか。いろんな人が通って、長谷川さん何やってんすか、声かけられてさ、すっげえ恥ずかしかった。結構上手ですね。大変だったんですよこれ。一回やってみてくださいよ、藤浪と波のこの真ん中のところのこの棒を残すのがさ。大変そうです。で、なんかカッターで切ったはいいもののさ、なんかこう針葉じゃないか、この羽っていうの、羽っていうの、はい、こういうとことかさ、もの歯も使いながらさ。本当ですか。ちょっと汚いけどごめんなさいね。これが過去最高傑作、殿堂入りするんじゃないかと思ってます、藤浪。ぜひご家庭で試していただきたい。はい。で、今日は、特別にせっかく2つご用意したからさ、はい、あ、2つっていう時点で結構コストかかってるわけですよ。よくね、ご存知で。これ2つで400円ぐらいしますよね。あ、そうなんですか。だけに勝たないとさ、これ。そうですね、勝ってもらいたいです。はい、じゃあちょっと貴重なショットです。むーちゃんに丸かじり行ってもらおうと思います。本当にですか。いいんですか、丸かじりして。視覚過敏とかじゃないね、大丈夫。あ、大丈夫です。大丈夫ね。はい、先生、これステージ前にリンゴ食って大丈夫ですか。あ、
ちょっと、はい、ちょっと嫌そうでしたけど大丈夫ですか食べちゃいます。はい、じゃあのーちゃん、はい、行っちゃいましょう。はい、じゃあちょっと19よりずらしていきたいと思います、うん、はい。おー結構行きましたよ。行ったね。どうですかこの富士のお味。甘くて美味しいです、うん、ね。はい、リンゴってなんかモサモサしてるやつあるの分かりますか。なんか時期が終わると、私あれがすごく苦手なんですよ。ほう。なのでこれすごいパリッとしてて美味しかったです。リンゴについて語りだしたね。はい、もう私毎朝リンゴ食べてたんですよ。え、前なんで。なんかお母さんが朝やたらフルーツを出したがるんですよ。ほう。なんでもう毎朝リンゴかもうパイナップルとかを食べて出かけるっていうのが日課でした。そうなんだ。はい、そうなんです。思わぬところで広がったね。広がりましたね。ありがとうございます。というわけで今日は藤浪選手をこれで攻略したいと思います。ドラゴンズファンの皆さん勝ちましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとタイガースファンの方も増えてきたんですが、しれっとしれっとね広くしましょうかね。はい、置いときましょうか。はい、さあ、じゃあ仕事に戻りましょう。はい、はい、戻りましょう。はい、じゃあムーちゃんがまず着ているこのユニフォームを教えてください。はい、ドラゴンズファンクラブからのお知らせです。入会がまだという方はぜひこの機会にということで、今年からドラゴンズワールドに新設されましたファンクラブカウンターで即日入会が可能です。私の着ているこのユニフォームが特典グッズとしてもらえますよ。はい、今年からスタートしましたね、はい、ドラゴンズ FC ポイントの来場ポイントも即日加算できます、ぜひ名古屋ドームにですね、お越しになった際は足を運んでいただきたいということでして、はい、そんなコーナーに皆さん来られるんですって。足を運ばれる、うん、はい、今日は行きませんが、平日の試合の開門時、はい、4時から4時半頃に私たちチアドラゴンズも何名かでこのファンクラブブースへ行きます。はい、そしてですね、ここからはキンキンのお知らせです。ファンクラブブースでは今日から3連戦はお子様に確実先着100名様になりますが、ドラゴンズ応援うちわ作りを無料で楽しんでいただけるコーナーを開設しております、真っ白なうちわに思い思いの絵や文字を書いていただき、そのままスタンドの応援に使っていただこうというコーナーです、そしてちょっと情報量が多いのでここ飛ばしましょう。続いてどうぞ、はい、そしてご来場のお子様には確実先着5000名様に表がドラゴンズの選手の写真が入ったデザイン、裏が選手別応援歌の歌詞が入ったスペシャルクリアファイルをプレゼントいたします。このクリアファイルは3日間表のデザインが違いますので、3日ご来場いただいてコンプリートしてみるのはいかがでしょうか。はい、ここでご用意して皆さんに見ていただく予定だったんですけども、ナイトのことなんで想像してお楽しみください。はい、さあちょっと飛ばしていきます。 D ステージ今日もですね、たくさんステージこの後、イベント盛りだくさんでお届けしていきまして、OB トークショー鈴木高政さんにお越しいただいたりします、司会私やらせていただきますんで、ぜひ皆さん引き続き楽しんでいってください。以上にしよう。はい、はい、いいですね。はい、はい、というわけで、ドラゴンズがこちら名古屋ドームに帰ってきました。今日からね、また巻き返していきましょう。ドラゴンズファンの皆さん、今日も最高の応援をどうぞよろしくお願いします。お願いします。 TV 知得情報、このお時間は今日も魂込めてもろもろコール、ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠とアシスタントはチアドラゴンズ2016の向井さなえでお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。リンゴは富士です。いくぞ。